僕の気分を上げて、ちょっと待って、コメント欄にすごい、やだーやだーやだー、変態がいっぱい湧いてんだけどー。おいー、コメント欄変態ばっかなんだけど、みんな。まさかねえの、おっぱい見に来たのか。おいー、こんにちは、こんにちは、変態さん、こんにちは、あーどうもどうもあー、マキシマ、ペッタンの方が好きなのでおっぺん見てないよ。いや、ネネはわかる、ネネにはわかるよ。ペッタンいける人はでっけーもいけるし、でっけーいける人はペッタンもいけるんだよな、実際。いや、待て、ペッタンの方が好きっていう人はでっけえもいけるけど、でっけえが好きな人はペッタンはあれなんかな。いや、わかんない、もう胸って言うだけでみんな大体好きだよね。わかる、女の子もそうだよ。もうおっぱいっていう存在が素晴らしい。これはよく学校で語り合ったけど、おっぱいについて、もうペー、そう、おっぺーという存在が素晴らしいのであって、サイズ感は小さい、どうでもいい。おっぺーということが大事。おっぺー、それだよ。そ、言葉の響きから大事だわ。そこの前がペタンだろうがデカだろうがあんま関係ないさ。夢と希望なんよ。みー